岩のり半島イベリコ平野に挑戦です。下調べはしてないよな。多分大丈夫ですよ。多分豚だよ。ではゴー。おっと、城と城の間隔が結構狭い。ところで敵がなんで豚だと思ったんだ。いえ、単に品種にそんなのがいまして。イベリコ豚ですか。なんでも餌はどんぶりしか食べさせない飼育方法で大きく育てるそうです。しかし豚は豚でもエイリアンですね。名前はエリザベス50世でやっぱりイベリコ豚とは何の関係もありません。おい、波動で壁役が吹き飛ばされてピンチなんだが。困ったことに城まで攻撃を受けてます。壁役なんか出しても意味ないのになぜに出しているんですか。多分テンパっていて何をしているのか自分でも気づいていない模様。にゃんこ砲が撃てるようになったら隙間ができるからその間に壁役を割り込ませましょう。どうも無駄な抵抗に見えてきたのは私だけでしょうか。まあこうなったら彼女が出せるようになるまで豚さんの相手でもしておきましょう。隙間が空いたが波動攻撃を受け続けたらひとたまりもないかと思うわけですが、大凶乱のゴムでもダメですかね。3体目がとうとう現れたんだが、私は養豚所に迷い込んだのでしょうか、それとも豚が逃げたのでしょうか。まあそろそろお金が溜まってきたし彼女が出せますね。そうですね。それでは御霊さんこの選曲をひっくり返してください。おお、さすがに波動を無効にするだけのことはありますね。吹っ飛ばしの効果はありませんが敵がヒットバックすることはあるようです。それに期待してお金を貯めたらガオウに出てきてもらいましょう。御霊の活躍で危機を脱しましたが依然ピンチには違いありません。ジェンヌさんはやっぱりダメでしたか。こんな大事な場面でいきなりの無駄遣い。いえ、一発でも開けれたらと思いつい出してみたのですが無意味でしたか。地道に貯めていきましょう。それしかないですか。倍速させていただきます。ただいま4倍速でお送りさせていただいてます。エイリアンに強くてコストパフォーマンスに優れたキャラはいなかったのですか。下調べをしていないのと波動を打ってくる時点で出せるキャラは決まっていますけどね。さあガオウさんの登場です。思えば長かった。さあ光獣の力を存分に振るって3匹のエリザベスを出荷状態にしてください。御霊の攻撃を受けていたとはいえあっさり決まったがよっちゃんが出てきたぜ。じゃあメガロさんにやっていただきましょう。なんだかこのままだとガオウが先に攻撃して決めてしまいそうなのですが、まあなんと言いますかメガロの攻撃の方が早かった。微妙すぎてわかりませんでした。じゃあやっぱりわしの出番のようだな。敵はいなくとも任せておけ。城破壊で活躍してみせる。さあ城までの距離は短いですが麦わらテサラン、彼の活躍はどこまで期待できるのでしょうか。まあ2、3発叩けば十分活躍したと言えるよな。早速攻城戦になりました。1回の攻撃で10万のダメージ、これは効いているはずです。わし頑張っちゃうもんね。ほんの数発で大活躍かよ。そんなものですよ、勝利。さてタイトルで推察しても豚の品種まではわかりませんでした。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。遠い道のりも初めの一歩がなければ達成できません。